皆さんこんにちは、アカンですよ。今日はですね、このパラライズの元祖であるこのリルテッドを久しぶりに使っていきたいなと思います。なんかコルネがさ、まあ、パラライズついてるじゃないですか。あれと戦ってて、やっぱ結構ね戦いづらかったりするんで、実はこの子も使えるんじゃないかなということで今回使っていきたいなと思うんですけど、僕には秘策がありまして、まずまあパラライズってどういうものかって言いますと、ロブ以外の打球時に硬直して一部移動系アクション使った時はさらにね硬直するっていうものになっているんで、まあ、基本的に相手ロブを打ちたいわけですよ。でロブを打ちたい相手に対して僕はこのハイジャンキャラを使って戦っていきたいなと思います。そうすることによってロブを打つことができないでしょ。そうしたらまあ完全ボレーで決めれると、ロブ打ったらハイジャンで決める、この最高の循環を作っていこうかなと思います。でちなみにですね、この子はパラライズを SS 打った時に40秒間付与することができるっていうのと、あと相手の SS とか GS SS のスペシャルを返球した時に20秒間パラライズ付与するロブを放つって書いてるんですけど、これなんか付与っていうよりかもうカウンターした瞬間に相手にパラライズかかるんで、割とカウンターの方がまあ重宝するかなっていう感じですね。ということで今からこれをやっていきたいなと思います。はい、というわけで1戦目見ていきたいなと思うんですけども、相手のレートが2600で、まあ、サテラとエクセリアとあとシャウロットがいるって感じではあるんやけど、まあ相手のあのエクセリアはですね、まあ僕もしょって使ってるんですけど、この子はグッド以上で返球した時は打球効果無効がつくんで、まあその SS による40秒間のパラライズっていうのは防がれやすいわけですよ。まあ陣とか出てたら余計とね。だからまあ結構ね厄介やったりはするんやけど、先ほども言った通りですね、カウンターの分はカウンターした瞬間にかかるんで、まあそれでねやっていこうという感じの魂胆になっております。ただまあこのサテラはね別にあの冬無効とかないんで、まあこの子でとりあえず SS 打って40秒間パラライかけて、でこれで SS 打ってしまうとね、まああのハイジャンのキャラがあんま強くないじゃないかと思った方もいるかなと思うんですけど、あの音声フランはですね、身代わり状態中であれば特殊状態というか SS 打ったのと同じ能力を得ることができるんで、まあそれで戦っていこうという感じの魂胆となっております。でまあ相手はね、あのパラライかかってるんでロボを打つことによってこの硬直を防いでいたんですけど、まあちょっとね打ち上げてしまったことによって毎回硬直かかってるって感じですね。でまあこうやって SS で決めるのも結構強いです。でまあリルテッドのラケットに関してなんやけど、俺はヘリオブライド使っても SH でパンパン打っていく派ではあるんやけど、まあオラクルもいいかなと思います。ただまあ結構体力枯れやすいんで、まあラケットちゃん靴見ていただいたらわかるかなと思うんですけど、まあグラスコートに一番ねダメージをカットすることができる二王靴を履かしてるんですよ。これ履かせないとやっぱね体力なくなると、まあエリアが狭くなったりとか走り遅くなったりするんで、相手の SS とかあのスペシャルカウン出すのが難しくなるんですよ。なのでまああの体力カットのやつつけてたりするんやけど、あのすんげえ広い方がええなと思う時もあったりするが、それはちょっと一回まあどっちも持ってるんであればどっちも試してみて、まあ好みの方を選んでいただけるとまあいいんじゃないかなと思います。特にまあ雪コートやったら MVP セレナがね、あの新生ウツの対策として割とおったりするかなと思うんですけど、まあこっちが新生ウツの使ってなくても M セレナ仲間入れとったら、まあ潤滑剤としてまあ交代して使ってくるわけじゃないですか。その時にリルテッドを出して、まあそのスペシャルをカウンターしてあげれば、まあその20秒間パラライかけて移動系アクションに対してさらに硬直することができるんで、まあ、あの結構有利に戦っていけるっていう感じではあるんやけど、この僕が履かしてる靴は一切エリアを広げてないし、ラケットもまあこのヘリオが 7% 広がるだけなんで、あんま広くないんですよ。なので、まあスライスでひたすら真ん中ら辺でラケット振ってるだけじゃ取れなかったりはするんで、それを考えるとエリアの方がいいんかなって今、あの話しながら思ってました。で、まあこの試合の時にね、僕思ったんですけど、このね、サテラの地面型ギミックによって弾遅くされたらボレーで決めきれないんですよ。なので、あのできるのであれば、まあ普段はヘリオでいいと思うんで、あのエクセリアだけでもですね、地面向こうのニューモチーフラケットを持たせていただきますと、まあ、あの40秒間ね地面ギミックを防ぐことができるんで、まあ、サテラに対しても結構得点力生んでいきやすいかなと思いますので、ぜひまあこの編成をねあのそのままやってみたいなと思うのであれば、そのギア構成がまあいいんじゃないかなとは思っております。で相手なんかめっちゃ燃えてるかなと思うんやけど、これなんかエンブレムの効果でなんか相手がマッチポイント握ってる時やったかな、なんか SS ゲージが蓄積するみたいな、割と蓄積したりするんで強かったりはするんやけど、まあそれよりかはドリンク 5% でまあ安定して、まあ、ずっとあのその試合中はまあ SS 回転数が上がる方が俺はいいとは思うんやけど、相手はまあそれを使ってるっていう感じですね。でまあシャルのオンザはちょっと取れなくて、まあこんな感じに追い詰められてる感じでございます。はい。ではこれで相手、まあ一応今パラライかかってんすよ。だからパラライかかってるから、まあそこにいい感じで前に行けたらなと思うんやけど、あいいね、パラライでスペシャルで決めてんね。あの相手オンザ打てるから、あとサテライト持ってるやん、バック側で返球した時に。だからあんま前に詰めれないというかって、ちょっとシャルには厳しいなと思いましたね。なのでちょっと音声フランだと前に行くのは難しいと判断して、僕はこのエクセラに交代して、まあこの子で SS 打ってですね、
相手が真ん中とか、まあ、横とかもね、あの打ってきたら抜けてしまったりはするんやけど、まあ、SS に関してはあの陣の横を抜くことは確かなかったとは思うんで、まあ、基本的には、まあ、真ん中だけ警戒して、あ、真ん中だけ警戒はよくないけど、まあまあまあ SS は抜けても大丈夫みたいな精神でガン詰めしていくって感じですね。相手、まあ、パラライズかかってるんで、まあ、結構戦いにくくて、相手は空中向こうはついてないんで、エクセレアで基本的にはこの空中ギミックの、 あの氷山のやつを設置して、で、まあ、鋭角ボレーで、まあ、そこに相手を閉じ込めれたらなみたいな感じで戦ってたんやけど、やっぱこうやって陣がいっぱい割れてきたりとか、あとまあ相手がこんなオンザを打ってきたりとか、サテライトを打ってくる可能性があるって考えると、あんま前に行けなくて、まあ、イモイモ作戦になっております。でまあ SS で、まあ、これはね、運よく勝つことができたんやけど、あんまりねパラライズをめっちゃ活用できた感じはなかったですね、正直。まあ、というわけで2戦目はレート2605で、まあ、エクセと、まあ、コルネと神聖ウツロということで、まあ、コルネと神聖ウツロとか超強いキャラ持ってんじゃんっていうね、すげえ羨ましくはあるんですけども、まあ2戦目やっていこうと思います。2戦目は比較的私の思い描いてたシナリオを実行することができました。なのでぜひ見ていっていただけたらなと思うんですけども、エクセンラケッタ、まあマナヘリを使ってますね。ちょっと変えるの忘れてしまったりとかしていたんですけども、まあ、それでスロットスキルは3ポイント取るまでをつけております。できるのであれば雪属性のやつの方がいいとは思うんやけども、まあそんなにギアスタルーンがなかったんで、普通の3ポイント取るまでをつけて、まあ、運用しておりました。でまあこの子に変えて相手の SS をカウンターする作戦ですね。まあ基本的には、まあ相手が SS 打ってきそうやなと思ったらリルテッドに変えてパラライ20秒だけでもかけることによって、まあやっぱ音声フラグが得意状態にならなくても強かったりするんで、まあそれでどうにかするって作戦ですね。でまあ神聖ウツロはですね、まあめちゃめちゃ戦ってくるって感じはあるんやけど、あとこの打球効果向こうついてるんですよ。ただまあカウンターすることによって強制的にパラライズかけることができるんで、まあそれでかけつつ、で温泉フランに変えてガン詰めボレーをしていくと、で相手は普通に返すとこでパラライかかりますし、まあそのなんか移動陣みたいなとこ乗ったらさらに長い時間ねパラライかかる感じになるんで、まあそれは多分避けたいと思うんですよ。なのでああいう感じで普通に返してて失点するか、まあロボ打って敗者に決められるかの頃に抱くなんで、結構まあ神聖ウツロに対して戦いやすかったりするかなと思うんやけど、もしこれ編成しようと思ったら温泉フランってそのハイジャンをできるようにするにはグラス属性でかつ雪属性のキャラじゃないとできないんですよ、この雪コードに関してね。だからまあそういうキャラをまあリーダーに置かなければならないんで、編成が結構偏ってしまうんで、勝てないキャラがどうしても出てくると、誰に勝てないかって今パッと言われへんねんけど、 MVP シャルとかきつかったから、どうやったかな、ちょっとエクセがどんな感じか俺あんま戦ってないから分かってはいないんだけど、多分エクセもね結構体力枯らされてやばかったような気がするよね。一応エクセでも勝てるらしいんやけど、なんか真ん中になんかサテライトを抜かれてとかするから俺はあんま勝たれへん、あの子めっちゃエリア広いし。で相手はパラダイかかってるからロブ打ったんやけど、まあハイジャンで決めることができたと、もう完璧ですね、僕の描いてた勝ち方はこれでした。はい、というわけで、まあ、3戦目はレート2075ということで、先ほどやったやつですね、タワーが始まったばっかりなんでそこまでレート高くはないんですけども、多分まあ最終レート的には少なくとも2300は超えてるぐらいの人なんじゃないかなとは思っております。でやっとですね2王ラケットに変えてますね。ただまあもう相手にサテルはいないんで、まあ、特に、まあ、この試合に支障をきたすことはないというか、いいことは全然ないという感じです。で相手もまあハイジャンフラン使ってて、まあ、ハイジャンで決められたんやけど、相手めっちゃ SS ゲージ上がってたな。4つもゲージアップついてるっていうことは、あれですね、このエクセのリーダースキルで 3% で、まあ、フランの、まあ、持ってるラケット、フランモチーフラケットなんやけど、あれで 3% あって、スロットスキル1にも 3% があって、スロットスキル3に 10% つけてるっていうね、もうめちゃめちゃスマッシュ打ったら SS がたまる、まあ、ギア構成となっております。 19% たまるね。しかもなんかいつやったか、いつかもらえるエンブレムみたいなのあると思うんやけど、それでスマッシュ打った時に SS ゲージがプラス 2% か 3%、 今回のねシーズンエンブレムのリーグ9行った時のやつやと思うんですけど、もらうことができるんで、さらに今上げることができます。僕今までにですねスマッシュ打った時に SS ゲージ約 50% みたいな感じの動画出したことあるんでね、まあよかったらね、まだ見てない方は見ていただけたらなと思うんですけど、まあ結構良かったですよ。楽しい。だからまあそのエンブレムゲットしたらもうちょいね、その時約 50% で実質 47%パーセントぐらいやったんですよ。なのでガチで 50% 目指せるんじゃないかなと思って、ね、楽しみにはしていたりはするんやけど、まあそんな感じです。で、まあ、4戦目はですね、まあ、こういう感じに、まあ、戦ってはいるんですけど、まあさっき1試合目の時にも言った通りですね、靴がエリア持ってない感じになってるんで、 M セレの、まあ、猛攻を耐えることができなかったです。はい、まあ、1回もスペシャルをカウンターすることもできなかったし、 SS もカウンターできなかった。なので、まあ、今度から俺これするんやったらエリア広げるかなっていう感じですね。で、まあ
この時はハイジャンキャラ使わずにひたすらリルテッド使ってみました。リルテッド単体やったらどんなもんかっても多分気になると思うんでね、うん、だからやっぱこれはね、あのタイミングの問題だと思うけど、今の失点はね。ただまあエリアが広ければ結構取りやすいと思うんで、相手も嫌だと思うんでエリア広げてください。でまあこれ普通にまあパラライかかってなんかガーって止まってる時あるやんか。そん時にまあ S1 だけでも普通に得点できたりもするから、まあヘリを乗ってたらなおさら抜けやすかったりはするから、まあオラクルでもいいとは思うんやけど、とりあえずまあ相手にパラライかけることによってまああの決めていくっていう感じですね。このビームはまあ一応空中型ギミックで相手にまあ必中ダメージみたいな与えれる感じではあるんやけど、そんなまあダメージは期待することはできひんから、今マイナス5マイナス20とか書いてたと思うねんけど、そんな体力カラス系のキャラではないので、そこはあんまりね期待しなくていいんかなっていう感じですね。でまあ、エッコと結構エクセリアおるかなと思うんやけど、まあ、エクセに勝てるかっていうと微妙な気がするけど、一応真ん中空いてるんで、こうやって S1 抜くであったりとか、リリテッド地面向こうついてるんで、あ、そう、サテラに対しても、まあ、サテラはロブレンされたらしまいやから、あ、そうか、ロブレン対策にゼウス持たしてもいいかもしれんね。さっきからオラクルとかヘリオしか言ってなかったけど。だからまあ、それはほんまにね、みんなの好きなやつ選んでいただけたらなと思うんやけど、まあ、エクセに対してはまあ真ん中をシュッて抜く感じで決めていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。